ギンガリオン忍術の奥義は辛さの先にある。宇宙との一体感である。何を言ってるのかが全くわからん。いただきます。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。早速、夕飯からやけど。いただきます。シロがお迎えに来てくれたよ。まだね、新聞社、次の目標まで行けてないけんね。じゃあ何人まであるんか知らんけど目標。とりあえず次の目標が4000やけん、そこを目指したいんよね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あと300人ぐらいなんよ。ん、どうしたの、しんのすけ。水曜日の晩ご飯。なになに。難しい話が理解できないしんのすけは、パラレルワールドのことをヒロシやミサイに聞いてみた。ああ、博士が言いよったやつ。つまりパラレルワールドのカスカベには、しんのすけや本物のカスカベ防衛隊がいないかもしれない。カスカベの家にあるまだ食べていないチョコビを食べられなくなっちゃうかもよ。それを聞いたしんのすけは、わかりやすいのか？怖くなりました。やっぱりパラソルワールドはダメだぞ。なんとかしなくちゃいけません。パラレルワールドね。みんなキリッとした顔しとるけど。まあ、しんちゃん的には何がどうっていうよりチョコビが大事なんかな。いい風呂。今日の疲れがいっぺんに吹き飛ぶぜ。うんうん。もうこれからの季節、あれよね。湯船に浸かるのが、いい感じの季節になってきたわ。ちょっと肌寒くなってきたしね。夜は外に出ちゃダメよ。出たい時はママも行くから声をかけてね。了解。ごえかけたぞ。まあ、いつもかけてないんやけどね。これでもうかけたことになったんかな。どうも。サブローくん、夜はいつもすぐ近くの店にいるのに、なんでわざわざ出前を頼んで。二人っきりになりたいってこと？やりますね。違う違う違う。何それ、そんなことないわよ。あ、思わず叫んじゃったけど、さっきの声、しんちゃんにしか聞こえてないよね。いやー、多分周り聞こえてるんじゃないかな。この辺とかね。カンタブロボのおもちゃが大活躍したんだって。男のロマン、父ちゃんも見たかったな。男のロマンなのか、この世界では。カンタムロボ、若い頃に一度だけ大きな新聞社にいたことがあるんだ。でも長くは続かなかった。ああいうところはみんな朝新聞を配るんだけど、あれは夜中に書いたり編集してるんだよ。僕は夜働くのは眠くて無理だったんだ。へえ、そういう。なるほどね。私はずっと夜勤なので。うん、いろいろと目標を達成するために、私は、この虫たちを、どこ行った？消えた。虫たちを捕まえていかねば、なのですよ。モンシロチョウをさ、あと8匹ぐらいやったはずなんよね。頑張って捕まえたいんですけども。新しいやつとかはもうおらんのかな。釣りとかそんなにしてないけんおりそうなんやけどね。ある日、彼は背中にができました。さっき気づいたんだけど、タイムマシンでカンタムロボが出てきたのってなんだか不思議じゃない？こんな時、まあ何が出てきても不思議やけど、あれはしんのすけの想像の世界から出てきたのかな。想像の世界、どうなんやろ、わからん。ここだけの話だけど、お母さんがしんちゃんに贈り物があるんだって。もしまだ受け取っていなかったら、昼間工房の前にやるお母さんに話しかけてね。マジで？もらうもらう。いい？忘れないでね。もしまだ受け取っていなかったら、昼間工房の前にいるお母さんに話しかけるのよ。了解です。話しかけるわ明日。いいよ。くっていなんかさ、どの辺で切り替わるとかがさ、細かく分かってないけん、
大変なんすよね。おお、びっくりした。あたまちゃん。ホタルじゃない？イエーイ。初の。イエーイ、ホタル、ホタル。ゲンジボタルとかかな。ホタルってさ、イエーイ、見たことないんよね。正直。待って、そこの。距離感がわからん。どの辺や？この辺か？全然違うところやりよってやるし。キアゲハ。モンシロかと思ったのに。今日もやきもきしてます。さて、ここで質問です。最近恐竜がくしゃみをしてたのを聞いた人がいるんだけど、どんな理由だと思う？恐竜のくしゃみの理由？カレーを食べた。違うと思うけど。へえ、そうなんだ。意外だね。お姉さんは胡椒のかけすぎじゃないかと思うんだ。何かを食べたっていうのは確実なんやね。なんで最近この店にいるのかって？ジローさんに相談乗ってもらってるのよ。おお、キャップの。イエーイ！おもちゃが巨大化して戦ったんだって？巨大化したのがおもちゃじゃなくて、ダイヤモンドとか金塊だったら、今頃コンビニで一番高い弁当買ったのにな。惜しいぜ。でもコンビニなんや。超庶民派やん。超絶庶民派やん。いいと思う。もうそろそろ連れ戻されそうな気がするんよね。あ、カレー屋の銀河忍は、長年研究してきた新しい味のカレーが辛すぎて、誰も食べられないことを悩んでいた。何かいい解決方法はないか。では野原しんのすけのワンポイントアドバイス。チョコビを入れれば解決するぞ。それは味が変わるからダメでござる。銀河流忍術の奥義は辛さの先にある。宇宙との一体感である。何を言ってるのかが全くわからん。てか前もその会話せんかった？気のせいかな。またのお越しをお待ちしておるぞ。了解です。もうなんか何周もしとるけんさ、その辺もちょっとわけわからんくなってきたんよね。この辺は遠くに行ってしまうということに。通行止めはなくなったけど。ですよね。夜の工事現場は危ないよ。ですよね。近づかないでおきましょう。了解です。ちょ、私生き物をゲットしたいんですけど。モンシロ、モンシロ。多分モンシロ長がね、あとちょいで目標を達成するはずなんよ。これも新しい？ねえ、3種類目のホタル？めっちゃいっぱい種類おるやん、ホタル。やばいね。どんだけおるんだ。ララコはずっと恐竜が好きだったのに、ティラノーンが出てきてから怖くなっちゃった。しんのすけは何か怖いものある？ねねちゃんのリアルおままごとが、おままごとがお怖いぞ。リアルおままごと、確かになんかそんなんしよった気がするな。本当に設定がリアルなんよね。ちょうどいい感じで帰ってきたよ。はい、今日の絵日記。ヨシコとキャップはすでにラブラブだったんだ。パラソルワールドは恐ろしい。元の世界に戻さなきゃ。この辺でも全部記事にできるよね。昼間工房にいる旗おばちゃんに話しかける。平気ボタル、源氏ボタルよりも小さいからこの名前になったんだ。あ、そういうこと？源氏ボタル、綺麗な湖に住んでいる。さなぎの時から光るんだ。姫ボタル、小さいけどよく光る姫ボタル。メスは飛べないよ。え、そうなんや。羽がついてないってこと？退化しとるってこと？羽が。意外に可愛い寝顔してるな。おやすみ。そしてまたしても新しい朝が来た。誰も増えてない？もう増えないか。もう増えないか。ジローさんはやっぱ増えないんすかね、最後まで。夜型だから。この時間に起きとったらしんどいかな。一応ハートマークぐるりと回ってのところちゃんと回りよんよね。はい、爽やかな朝。いただきます。いただきます。いただきます。
今日は秘密の場所で秘密の大会があるよ。何を秘密ってみんな知ってるわよ。僕は全然わからない。いいのいいの。わかる人だけ秘密の場所に大集合。忘れないように。前回も聞いたセリフだね。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。悪の博士が大人に話を聞きに来てって言ってたぞ。でも大人が取材したら子供の新聞にならないからな。ねえ、大人と子供の中間のララコが行くのはどうかしら。お、それは名案だ。中学生よね、確か。え、なになに？木曜の朝食の後、ララコちゃんと一緒に博士を取材するしんのすけ。ふんふん。今日は博士が発明したという恐竜を現代へ連れてくるタイムマシンについて話をお聞きしたいのですが、我が輩のタイムマシンが連れてくることができるのは恐竜だけではない。人も運ぶことができる。それはもう何度も実験して成功を確認しておる。で、今この世界にタイムマシンでやってきた人がいるってことですか？いるんだよ、目の前に。そんなバカな。いやいや、ここに本当にいる。我が輩も何度かやっておるし、実はしんのすけもそうなのだ。言うんやそこ。奈良子ちゃんは博士から詳しく事情を聞きました。どうやらしんのすけはカメラが初めて写真を撮ったその時へタイムトラベルしているようだ。つまり画像があることで我々の記憶に残った瞬間へ飛んでいるのだ。じゃあもし恐竜がいた時代の記憶がどこかにあれば、それを道しるべにして彼らを古代に返すことができるんですか？その通り。道しるべとはなかなかうまいことを言うな。でも返すことは我が輩が許さない。恐竜は我が輩の技術力を誇示するためにこの世界に呼んだものなのだ。へえ、そんなことのために。そうか、恐竜がいた時代の記憶さえどこかにあれば、それが世界の秩序を回復させる唯一の方法。あれやない？出土した遺跡とかないかな。それを考えるのがララコちゃんの宿題となりました。頑張らなければやね。では博士、聞きたいことが全部聞いたので今日はこれでさようなら。おいおい、こちらは言いたいことがまだまだ山のようにあるんだぞ。じゃあ取材をちゃんとしないと。あ、今日は秘密基地で大会があるから、それも忘れないでね。めっちゃ念押ししていくやん。もう一回勝ってるんですけどもね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ一応カード大会にも出ますか。まあ最初の時みたいにね、そんながっつり見せることもないと思うけど。とりあえずパパッと買っていこう。